次誰タイトル。いやいやいや、ちょっと待って。いやいや、な今のステップも。あ、ちょっと、もう入ってるんだ。どうも、お待たせいたしました。場前出しでございます。モノマネをします。松木安太郎さんでございます。何々の時のっていうのはございません。ごめんなさい、ただの松木安太郎さんってことですね。はい、プレイ。わかりました、わかりました。いやー、これから日本戦非常に楽しみですね。戦うところここですね。その上は狩岡に聞いてください。はい、え、勝つポイント、スベンソン。やっぱ最後ボケちゃうんですよ。最後顔で落としちゃう。顔で落としちゃう。顔で落としちゃうって癖が。さっき見たことあるよ。さっきのペッタのビャンっていう。昭和のルールだと顔で落とすみたいになってました。今はそのルールはもうなくなってます。もう令和では使えませんか。そうですね。平成超えて令和ですから。これ大変ですね。大変ですね。素晴らしいですよ。イントネーションとかね、なんか雰囲気は素晴らしい。どうもありがとう。どうもありがとう。ちょっと首巻いてたけど、どうもありがとう。ありがとうございます。そうですね。はい、難しいですよね、松木さんね。いやいや、そんなことないですよ。気持ちはな、ここここ狩岡も言ってました。ここここここやっちゃえばなんとかなんすか。今は松木さん。わお、松木さん。ファウル、ファウルだろ、ファウル、ファウル。おい、ラフリー、どう見てる。松木さん、なんでやろうと思ったんですか。やりたいから。ただそうですね。チャンネル登録しないとやばいでよ。